マリーン朝マリーン朝ベルベル、語は、十二世紀末から十五世紀末にかけて、モロッコに存在していたイスラーム国家、ザナータ系ベルベル人のマリーン族によって建国された。フェズを首都とし、マグリブ西部を支配した。略奪を目的とした、軍事行動が、マリーン朝の建国の動機となっていたが、ジハード、異教徒に対する聖戦の実施やモスク、寺院と、 マドラサ、神学校の建築など、王朝の宗教的意識は強かった。前半期には積極的に軍事活動を実施したが、君主の地位をめぐる内紛によって衰退した。マリーン族はもともとアルジェリア東部のビスクラ地方で遊牧生活を営んでいたが、11世紀末にアラブ遊牧民のヒラール族とスライム族の攻撃を受けて西方に移動した。 マリーン族は、モロッコ南東部のシジルマサとムルーヤ川の間で生活し、12世紀初頭に建国されたムワヒヒド町への服従を拒絶して、サハラ砂漠に退去した。しかし、1195年にイベリア半島で行われたアラコルスの戦いでは、ムワヒヒド町に従軍し、多くの戦利品を獲得した。1212 12年にムワヒドがナバスデトロサの戦いで、 キリスト教国の連合軍に敗北した後、マリーン族の指導者であるアブドアルイコールハック一世は部族を急行してモロッコ北部に進出した。従来はマリーン族は陶器に備えて都市で食料を購入していたが、食料の調達のために都市を占領し、1216年から1217年にかけてリーフ山脈を支配下に収めた。最初マリーン族は定住民からを 取り立てるだけにとどまっていたが、次第に部族の指導者は政治的な野心を抱くようになる。1218年にマリーン族は初めてフェズ郊外に到達した。フェズ、ターザ周辺の部族長たちは平地部に進出したマリーン族に服従するが、ムワヒド長から派遣された討伐隊の攻撃を受けて交代した。平野部への再進出を図るマリーン族は、 リーフ産地のサンハジャ族、ショーアトラス産脈のゼナタ族と同盟し、再戦の準備を進めた。1244年に指導者の地位に就いたアブーバクルの時代に、マリーン族の勢力はより拡大する。1247年にメックネスがマリーン族によって占領され、これまでムワヒド町に雇われていた、キリストとヤトルコ人の傭兵たちがマリーン朝川に就いた。 翌1248年に、アブーバクルは、ターザ、サレをはじめとする、大西洋沿岸部の都市を制圧し、国力をより高めた。同年、アブーバクルは、イフリーキーヤの新興国ハフスアサの権威を承認する。1258年に即位した、アブーユースフやアクーブはマリーン朝の君主の中で、最初に、アミールアルイコールムスリミーンの称号を使用した、君主であり。 加えて、ムワヒド町を滅ぼしたことより、実質的な建国者とみなされることが多い。1269年9月にユースフヤークーブは、ムワヒド町の首都マラケシを攻略する。しかし、ムワヒド町が滅亡した後もダイアトラス産無役のアラブ遊牧民は、中央の糸から離れた動きをし、各地に封じられた王族たちは、中央政府に反抗的な姿勢を見せた。 ユースフやー,ーブは在位中に4度にわたるイベリア半島遠征を実施した。イベリア半島での聖戦は国家の宗教的理念の強化、そしてマラがアルヘシラスなどの半島南部の国際貿易の拠点獲得を目的としていた。1264年にグラナダを支配するイスラーム国家ナスル朝の要請に応じてイベリア半島各地で放棄したイスラーム教徒を 支援するために線路騎兵を派遣した。1275年にカスティーリア王アルフォンソ10世が国を留守にしていた隙を、ついてユースフやー,ーブはイベリア半島に上陸し、ナスル町から退応されたタリファ、アルヘシラス、ジブラルタルを拠点とした。1275年9月にマリン町とナスル町の連合軍は、エシ派でカスティーリア軍に勝利を収め、 翌1276年初頭に撤退する。1282年にカスティーリアで王子サンチョがアルフォンソ10世に反乱を起こした際にアルフォンソ10世はマリーン朝に援軍を要請しユースフやー,ーブはアルフォンソ10世と共闘してサンチョを攻撃した。サンチョ4世がカスティーリア王に即位した後1286年に マリン朝とカスティーリャの間に和平が成立し、クルアーン、コーランの写本が送られた。アブーヤークーブ・ユースフは1291年にカスティーリャ艦隊に敗北し、翌1292年にタリファ包囲に失敗する。1296年からアブーヤークーブ・ユースフはザイアーン朝を開始し、1299年からの ザイアン朝の首都トレムセンの方位は長期に及んだ。方位の際に、トレムセンから南西4キロメートル離れた地点に、マンスールという名の都市が建設され、マンスールには、宮殿、モスク、旅館、ハンマーム、スークなどの様々な施設が建設される。アブーヤークーブユースフの時代には、エジプトのマムルーク朝を除く北アフリカの勢力が、マリーンの権威を認めた。1307年に、 アブーヤークーブ・ユースフは、マンスールの宮殿で暗殺され、後を継いだアーミルは、包囲を解いて撤退し、マンスールは、トレムゼンの住民によって取り壊された。アーミル、スライマーンの後を継いだ、ウトマーン二世が即位した当初、歴代国王の遠征によって国庫は逼迫し、王族たちは政府に反抗していた。ウトマーン二世は、ナスル朝の支配下に置かれていたセウタとアルヘッシラスを、 宅回し、ハフス朝、ザイアーン朝と和平を結んだ。また、イベリア半島のマリーン朝の領地をナスル朝に譲渡し、ジブラルタル海峡を自然の国境に定めた。アブーアルハサンアリー、その子のアブーイナーンファーリスの時代に、マリーン朝は最盛期を迎える。アブーアルハサンは即位当初ウトマーン2世の政策を継承して平和路線を取っていた。 アブーアルハサンの即位後に国家を悩ませていた内紛が鎮圧され、マリーン朝では再び征服事業が開始される。ザイアン朝から攻撃を受けていたハフス朝を支援する名目を掲げ、1335年にアブーアルハサンはザイアン朝の領土に侵攻した。1337年にマリーン朝はトレムセを占領し、危機を覚えたハフス朝は、 マリン長との同盟を破棄した。イベリア半島においても、アブーアルハサンは後世にて、1333年にアルヘシラスを占領する。1340年に、キリスト教国の艦隊を破ったアブーアルハサンは、イベリア半島に上陸し、9月半ばにナスル長と共にタリファに包囲を敷いた。しかし、10月30日にでマリン長は、 キリスト教国の連合軍に決定的な敗北を喫する。以後マリーン庁はイベリア半島の城塞に守備隊を置いてナスル朝を支援したが遠征事業を行うことはなくなった。1344年にアルヘッシラスはカスティーリアに奪還され、マリーン庁の最後の拠点となっていたジブラルタルも1374年にナスル朝に併合される。 ハフスアサで起きた王位をめぐる内紛に乗じて、マリン長は東に軍を進め、1347年にハフスアサの首都チュニスを占領し、ハフスアサを併合する。アブーアルハサンは、イフリーキーや内のアラブ諸部族の自治に干渉しようと、試みたが、1348年にカイラワーン近郊でアラブ諸部族に敗北する。敗れたアブーアルハサンは、カイロで、 チュニスに帰還するが、フェズに残っていた王子、アブー・イナーアン・ファーリスは、アブー・アル・ハサンが戦死した誤報を信じて、即位を宣言した。アブー・アル・ハサンは、アラブ友区民の支援を受けた、ハフス朝の王族アブー・アルイコール、アッパース・アフマドからの抵抗を抑えることができず、1349年12月に、チュニスを放棄したアルジェ。 シジルマサなどの土地でアブーアルハサンとアブーイナーンの軍隊が交戦し、1351年にアブーアルハサンは福井を果たせずに没死した。アブーアルハサンの没落後にザイアーン朝は再独立し、ベジャヤ、コンスタンティーヌ、アンナバではハフスアサの王子たちが独自の政権を打ち立てた。1352年にアブイナンはトレムセンを再征服し、 翌1353年にベジャイアを占領した。1357年にアブイナーンはチュニスに入場したが、アラブ遊牧民の反乱のためにフェズへの退却をあまりなくされる。アブイナーンの治世の末期には反乱が頻発し、1357年にアブイナーンはボスルが、その死について最小の破産分余るによって締め殺されたという噂が立った。 アブイ・ナーンの死によって、マリーン朝の最盛期は終わりを迎え、長く続く内乱によって、王朝の政治、経済、文化は衰退していく。また、国政の実権は、王から、ワズイール、最小のもとに移っていく。アブイ・ナーンの死後、ハサン・ブン・アマルが擁立する、ムハンマド二世、多くの王族から支持を得たマンスール・ブンスライ・マーン、アブイ・ナーンの弟である。 アブーサーリムが王位を救する。1359年にアブーサーリムが王位につくが即位から2年余りで、クーデターによって殺害され、最小のアマルブン・アブドゥッターが、アブーサーリムの兄弟、ターシュフィーンを名目女王に据えて、実権を握った。1367年にアマルブン・アブドゥッターを殺害して即位した、アブドアルイコールはジーズ一世は実権を。 回復していくが、なお、スース地方は、独立状態にあった。1374年に即位した、アブーアルイコール、アッパースワフマドは、トレムセンからアルジェに至る過去に喪失した地域を、再征服する。アブーサイードウトマーン3世の時代に、アルジェリア、チュニジアの征服地が独立し、1411年に、リーフ山脈で起きた反乱をきっかけに10人の、 王族が王位を主張して放棄した。1415年にセウタがポルトガル王国によって占領される。1420年にウトマーン三世は暗殺され、幼少の息子アブドアルイコールハック二世が王位についた。フェズとサレの間の交通路を掌握するワッタースケノはマリーン町内の政敵に対抗するためにアブドアルイコールハック二世を支持し、 王室と婚姻関係を築いた。ワッタースキの権威はマリーン町のほぼ全域に広がり、1437年にアブーザカリアーがポルトガルのタンジール信仰を撃退すると名声はより高まった。外敵の侵入に反応して民衆の間では宗教的情熱と愛国心が高揚し、各地に同胞団や収容所が乱立した。成長したアルイコールファック2世は、 ワッタースケの勢力を不安視し、1458年に、ワッタースケの人間を粛清した。殺害された最小ヤフヤーの兄弟、ムハンマドアイコールシャイフは、沿岸部に逃れ、マリン町滅亡後にワッタースアサを建国する。ワッタースケの勢力を排除したアルイコールハック2世は、彼らの代わりに、ユダヤ教徒をワズイール、ハージブ、ジジュー、カーイドアッシュルタ、警察長官の養殖につけた。 アルイコールハック2世が起用したユダヤ教徒はイスラム教徒を圧迫しユダヤ教徒を優遇する政策を取ったため国内のイスラム教徒に不満が蓄積されていく1465年にカーイド・アッシュルタのフサインアルイコールヤフーリーがシャリーフ、預言者、ムハンマドの子孫の女性を尋問、侮辱したことが引き金となってフェズの市民の不満が爆発し市民は シャリーフのムハンマドイムラーンを旗頭として放棄した。アルイコールハック二世はフェズ市民によって殺害され、彼の死後一時的にムハンマドイムラーンを原種とするシャリーフ政権が樹立された。1472年にワッタースケがシャリーフ政権にとって変わり、モロッコを支配する。ムワヒド朝との関係を断絶するため、マラケュに変えて、 フェズがマリーン町の首都に制定された。軍事、行政の拠点として、1276年に新フェズ、ファースアルジャディードが建設される。新フェズには、宮廷、兵舎の他に、キリスト教徒とユダヤ教徒の居住区が設けられていた。1438年に、旧フェズで、ユダヤ教徒の虐殺が起きた後、ユダヤ教徒は新フェズに居住区を形成した。 アブドアルイコールハック一世は、最初に、アミール、総督の称号を用い、アブーバクルが初めて、マリク、王の称号を使用した。アブーユースフやアクーブは、アミールアルイコールムスリミーン、スラム教徒の長という称号を使い、彼の後に即位したマリーン長の君主たちはこの、称号を使用した。国事と会計は、モロッコ、アンダルシア出身から登用された、初期、 カーティブが司さどった。解放奴隷が認じられることが多いハージブ。自重は政治的権力を有していなかったが、ハージブの中には国政に強い影響力を行使した者も,もいた。軍隊は傭兵で編成される、騎兵隊とザナータ族のこの絵兵で構成され、戦時には補充兵が増員された。戦争においては、ワズイールが作戦の立案、軍隊の指揮を担当した。 役人と兵士には金が給与として支給され、交換には金製の装飾品が支給された。国王の支配力は都市とその周辺の土地に限られ、支配領域の外では半ば自立したザナータ族やアラブ遊牧民が拡挙していた。地方の大知事は王族、もしくは遊牧民の長が認じられた。アトラス三脈役は事実上アミール、総督の自治下にあり、 アミールの下に朝税権を有する、現地人、カビイラが置かれていた。イベリア半島から、マリーン朝に逃れた亡命者は、知識人、芸術家、商人といった、モロッコの上流階級に溶け込んだ。アンダルシアから、建築、芸術、工芸、文学の様式がモロッコに伝達し、都市の生活と文化はより活気を帯びる。一方で都市の文化の発展は、農村部との乖離を引き起こした。 支配層であるザナータ族の数は少なく、国王はモロッコに流入したアラブ遊牧民からの支持を歓迎した。その結果ベルベル人のアラブ化が進展し、アラビア語が公用語とされるようになった。遊牧民の平野部への進出は低住民の農耕地の減少をもたらし、後のモロッコ社会を特徴づける遊牧民、都市民、山岳民三層の社会構造を形成した。 政府はユダヤ教徒に対して寛容であり、彼らを行政の処分やで起用した。ウトマン二世の時代にはユダヤ教徒への迫害を禁止する直令が出され、ウトマン二世の後を継いだアブーアルファサンユダヤ教徒をズインミー制度から免除した。ワズイールやハージブといった要職にユダヤ教徒が起用された例もあったが、その目的の一つに国家に対する民衆の不満を、 彼らのもとにそらすことが、あたと考えられている。マリーン町の商業活動は、ムフタ支部、監督官によって統制されていた。モロッコで商業を営むキリスト教国の商人は一つの商館に集められ、共同の領事の支配下に置かれた。卸売業には、主にユダヤ教徒が従事していた。イブンマトゥータの大旅行記には、 モロッコを含むマグリブで流通していたディールハム銀カの質の高さが記されている。経済的利益を目的として勢力を拡張したマリーン族は当初イスラームに深い理解を有していなかったが、平野部に進出して政治に携わるようになった後は宗教施設の建築を積極的に行うようにな。かつてマグリブを支配していたムラビ町やムワヒド町と異なりマリーン町は 宗教的理念のもとに建設された国家ではなく、宗教的理念の欠如は、建国初期のムワヒド朝に対する軍事活動を、長かせた。王朝は民衆を支配下に取り込むため、聖戦、ジハードや、宗教施設の建設によって、宗教的正当性を主張した。ウラワー、イスラーム法学者の支持を得るため、フェズには、ブーイナーリー・ヤマドラサ。 アッタランマドラサをはじめとする多数のマドラサが建設された。また、宗教的権威の強化のため、マリーン朝は、聖者アブーマドヤン。1197年の墓がある、ザイアン朝の首都トレムセンを執拗に攻撃した。1337年にトレムセンを征服したアブーアルハサンは、1339年にトレムセン郊外のウッパード村にアブーマドヤンの部を建立する。 マリーン・朝では、ムワヒド主義は継承されず、マーリク派が採用された。マーリク派は主に都市部で支持され、地方では、聖者崇拝思想、マラブーティズムが主流だった。マリーン朝の時代のモロッコでは、聖者崇拝思想、マラブーティズムの発展が顕著になる。スーフィズムの普及、シャリーフの影響力の増加は、地域社会の独立性を高めることになった。王朝末期には各地に、 同砲団や収容所が乱立し、聖者病の混流が盛んになった。1292年に預言者、ムハンマドの誕生を祝うマウリドがモロッコに紹介され、アブーアルファサン、アブーイナーアンの時代に一般に広まった。聖者病の祭りは繁栄し、邪視を避けるための五符が多く作られた。農業、工業、交易によって成長した経済力をもとに、 マリーン町地下のマグリブでは、マドラサ、病院、水車の建設が、盛んに行われた。アブーアルハサンは即位前と即位後を通して、多くのモスクやマドラサを建設した。旧フェズのアッタラーンモスクは、アブーアルハサンによる、建築物の一つである。アブーアルハサンを追放して即位したアブーイナーンは、父と、同じく宗教施設の建設に熱心であり。 アブーアルハサンの時代に寄港されたモスクとマドラサが完成した。二人の知性にフェズには新しい建物が多く作られ、フェズはチュニスに代わる北アフリカの文化の中心地となった。各都市に建設されたマドラサは地方への知識の拡散に貢献したと考えられ、マドラサの出身者の中から管理が選ばれた。ラバト近郊のシェラに建てられたマリン王族の墓は、 ウトマン二世とアブーアルハサンの2代にわたって建設された建物であり、墓の中に財宝が隠されている伝説が残る。アブーアルハサン、アブーイナーンの下では優秀な芸術家や職人は、制作のひらめきを得られるようにと王族のような熱い工具を受け、高額な報酬が与えられていたことが伝えられている。アブーアルハサンは1347年にチュニスを占領した際に、 多くのモロッコの学者を伴って、チュニスに入場し、後に、大学者となるイブンハルドゥーンは彼らから教えを受けた。アブーイナーンは、インド、中国、マリ帝国を歴訪したイブンバトゥータに強い関心を持ち、彼の命令によって、イブンバトゥータの体験が、初期のによって、後日筆記され、三大陸州勇気が書き上げられた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。